皆様こんにちは、ダンスメイクのちゃんさんです。今回は石鹸でオフできるコスメだけを使った肌に優しいベースメイクをご紹介していきたいと思います。今回の目次はこんな感じです。まず下地を仕上げ、その後にファンデーション、最後にパウダーを重ねていくという順番でやっていきたいと思います。今回のメイクのポイントは3つあります。1つ目は下地の使い分けです。2つ目はファンデーションの叩き込みです。3つ目はパウダーのくるくる塗りです。はい、こんな感じで今回は使っていくコスメも最新のものも使っていきますので、とてもおすすめしたい優秀なコスメたちなんですけれども、ただいいコスメを紹介するのではなくて、その使い方やお手持ちのコスメでもより綺麗に仕上がるテクニックをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは始めていきます。まず使っていきますのが下地です。今回は下地を2つ使っていきます。この2つを使い分けていただきたいんです。1つ目はこちらの下地を使っていきます。こちらはアクアアクアのオーガニックモイストメイクアップベースのミニサイズでございます。こちらお試しセット売りになっていたものを購入しました。まずはこちらの下地を使ってお肌のキメを整えていきます。かなり水っぽいテクスチャーになってます。かなり柔らかいです。でこちらを毛穴の気になる鼻周り、頬の内側、ファンデーションで毛穴を隠そうとするとかなり厚塗りになってしまうと思いますので、おでこにもこういう毛穴をカバーしてくれるタイプの下地を使っていきます。でこれを塗るときはこういう風にくるくるくるっと塗り込んでいきます。毛穴っていうのは一定方向に向いているんじゃなくて、いろんな方向に向いているんですね。なのでこうやってくるくるくるって塗ってあげることで全ての毛穴が埋まります。でまずはこういう風に入れ込んだら、最後はタップして蓋をしてあげるようなイメージで塗っていきます。ここも塗り込んで最後タップ、はい、という感じで、こちらの下地はフルーツの美容液成分がたっぷり入っていてとても保湿力があります。なので特にこうサラサラするとかそういう下地ではないんですけれども、お肌を保湿して潤わせることでお肌のキメを整えてくれるような下地です。何でしょう、フェイスパックをした後って結構毛穴が引き締まった感じがするじゃないですか。その感じをメイク効果でさせているような感じですね。でこちらの下地の一つ残念なところといえば、日焼け止め効果が入っていないということなんですよね。はい、そして次に使っていきますのがこちらです。アクアアクアのオーガニッククッションコンパクトカラーベース化粧下地グリーン SPF13 の PA2+ です。こちらの下地では色ムラの補正をしていきます。こちらはアクアアクアの秋冬の新作で9月に発売されたものになります。カラーは4色ありまして、私は赤みとかニキビ跡が気になるのでこちらのグリーンでカバーしていこうと思いこちらを購入したんですけれども、他にも、ピンク、イエロー、グローっていうのがあって、ピンクというのは血色感をプラスしたりトーンアップ効果があるもので、イエローっていうのは木くすみなどをカバーしてくれるものになっていて、グローというのは色カバーというよりかはツヤ肌を作ってくれるものになっています。それぞれのお悩みに合わせてカラーを選んでいただけるといいかなと思います。中は普通にクッションファンデのようになっているんですけれども、かなりこちら色がつくんですね。なので軽くこういう風にタップするだけでいいです。はい、それでは塗っていきます。赤みの気になる私は小鼻と頬、あとは顎にのせていきます。一回顔全部に塗ってみたんですけれども、そしたらもう肌が真っ白っけになっちゃって、顔がなんかお化けみたいに青ざめた顔になっちゃって、
これは本当に色ムラをカバーしてくれるので部分塗りをぜひしてみてください。こちらもフルーツエキスと植物オイルが配合されていて保湿効果もあります。まだファンデーション塗っていないんですが結構肌が綺麗になってきたかなと思います。私の気になる赤みが結構カバーされたんじゃないでしょうか。石鹸オフできるこういうカラー下地ってあんまりなくって、あるっちゃあるんですけどもう少しお値段が高かったりするんですけれども、アクアアクアのコスメは全体的に他のブランドさんに比べて少しお安めになっていると思いますので、石鹸オフコスメを試してみたいという方はまずはこのアクアアクアのブランドさんおすすめだなと思います。私も今年からなんですけどアクアアクアを使い始めたのが、でも本当にこのつけ心地の軽さに感動してアクアアクアのベースアイテムをいろいろ揃えたいなって思いました。でそこでカラーベースもずっと欲しいな欲しいなと思っていて、そうしたら9月に発売されるということで、もう知った途端8月ぐらいかなにも予約しなきゃと思って予約しました。私あんまり予約でコスメ買うこととかないんですけれども、これはもう欲しくて欲しくて、でも買ってみたら本当によくって、肌荒れ気になる方とか肌に負担をかけたくないという方ぜひおすすめです。はい、それでは次にファンデーションに移っていきます。ファンデーションはこちらです。同じくアクアアクアのオーガニッククッションコンパクトファンデーションライトベージュ SPF35PSD+ を使っていきます。同じような形をしているんですが、先ほどとは蓋が違います。蓋の色が違います。こちらは限定のグレーのパッケージで、こちらはホワイトです。大きさはですね、もうほとんど同じ、ほとんどというか全く同じですね。でこちらのファンデーションを塗る時のポイントがありまして、とにかく叩き込んで塗ってください。こちらは結構みずみずしいので伸ばしたくなっちゃうんですけれども、叩き込んで叩き込んで塗ってあげてください。ポン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 、まずは頬の中心にこう乗せてから伸ばしていきます。一番最初に置いたところがファンデーションも厚くつくので、一番カバーしたいところに一番最初にポンって置いてあげるのがいいです。毛穴ってこうポッコンってへこんでいるじゃないですか。この毛穴に対して叩いてあげることでファンデーションがその奥に入っていって凹凸を隠してくれるというわけです。この毛穴に対してベターっとこう塗ってしまうと表面しか塗られてなくて、結局ここの毛穴の穴の中が塗れないんですよね。本当につけ心地が軽いんですよ、こちらのファンデーションは。こちらのファンデーションはアマオの果汁が入っているらしくて、このアマオの果汁が高い保湿力の秘密だそうです。私は今回下地と組み合わせてこちらのファンデーションを使っているんですけれども、本当に肌なじみがいいテクスチャーと色味なので、こちら一つでもベースメイクは全然完成できちゃいます。はい、私が実際に旅行行くときとかはこれプラスパウダーだけで仕上げてます。なのでとても時短にもなりますし、荷物を減らしたいときにもおすすめです。私今全顔塗るのに2回プッシュしたくらいでかなり薄付きになっています。でも素肌感のあるナチュラルな美しい肌には仕上がっているかなと思います。はい、驚きなのがこれ塗った後そんなにベタつかないんですよ。そう、しっとりはしてるんですけど全然ベタベタはしてないです。それもすごいところです。はい、それでは最後にパウダーを塗っていきます。パウダーはこちらです。アクアアクアのオーガニックフェイスパウダー UV、 こちらはミニサイズです。そして色味はパールベージュになっています。SPF50 の PS4+ です。こちらこう蓋ね、こういうタイプで開けて、スポンジがですね割とこう粗めなんですよね。粗め、いや痛いことは全くないんですよ、全くないんですけど、スポンジ感が強いです。綿というよりかはスポンジ感が強いあのパフになってます。で
汗とか皮脂で崩れやすいのってやっぱり T ゾーンの方が多いと思うんですね。で私も T ゾーンが本当に一番崩れやすいポイントなので、 T ゾーンにパウダーをのせるときはこういった筆を使います。こんな感じの筆です。結構密度が高い筆で小さめのブラシですね。こちらの筆にパウダーを取っていただいて、ちゃんとこの筆の中に粉を染み込ませます。染み込ませたら簡単にこういうとこでポン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 と余分なものをこんな結構取れるので振り落として、皮脂が出やすいところにくるくるくるっと塗っていきます。ブラシを使うことでより毛穴の中にパウダーが入っていて、パウダーと肌がすごい密着してくれます。そうすることで長時間メイクが崩れにくくなります。あとは意外とこの鼻のところも汗かくので、私はここにも塗っていきます。はい、ベースメイク以上になります。はい、今回はアクアアクアの4点のコスメを使っていきました。皆様いかがでしたでしょうか。アクアクアのベースアイテムたちは石鹸オフできるんですけれども、ちゃんとカバー力もあって、塗り方次第でしっかり崩れにくさも叶えてくれるので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。はい、メイクも仕上げてきました。こんな感じです。今回はナチュラルメイクなので、目元もちょっとピンクっぽくしてみたりですとか、唇もピンク色でおしゃれ感というよりかは、まあ自然な血色感をイメージしてメイクしてみました。PR でも何でもないんですけれども、本当にアクアクアいいので試してほしいなって思います。実際に今とっても人気で、こちらのカラーの方もインスタグラムにたくさんレビューがありますので、気になる方は私のだけではなく他の方のレビューも参考にしてみてください。今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。